皆さんこんにちは。さあ、ここ最近うちのチャンネルでは連日ね、ウランジの商品を紹介していますが、今日もね荷物が届きました。本日紹介するのはウランジの SP01 V ロギングギアっていうね、物を入れるためのバッグですね。早速これケース外してみましょうか。本体のサイズなんですが、横 220mm、 縦は 115mm、 厚さは、約、ね、90mm となっています。周りの、ね、質感なんですが、こうナイロン系の素材で作られていて、結構防水性は高そうですね。でこのジッパーの部分もこれよく見てください。内側にねこのジッパーの金具の部分が入り込んでるんで、まあ、防水性の、ね、高いジッパーです。このウランジのロゴもかっこいいですよね。色はですねこのネイビーブルーの一色色で、この横の方にはこのキャリングハンドルと、あとこっちの方にはもう一つこのねベルトループみたいなのがついているんで、まあ、ここに何か、こう肩掛け式のねなんか紐を通すのも良さそうです。でポーチの中身なんですが、こんな風に開くとパカッと割れるような感じですね。これ横から見てください。こんな風に蛇腹型にこう開くので、思った以上に物は結構入りますね。じゃあ一番手前からいきましょうか。一番手前の方にはですね、3つこのゴムで留められたこう仕切りがあって、でこういうカメラのバッテリーですね。これ NBFZ100 なんですけども、このくらいのバッテリーであれば、難なくね収納することもできました。他にも GoPro のバッテリーとかも、スポットで、ね、収めることができます。まだまだねこの辺ね余裕がありそうですよね。でバッテリーの横にもね結構大きい仕切りがあるので、まあ、例えばこういった DJI ポケット2ですとか、他にも GoPro ヒロー10とか、まあ、こういったものをちょっとね、配置することもできそうです。で真ん中の方にはこんな風に2つ袋がありまして、さらにこの奥にももう一個仕切りがあって、ここにもゴムでのバンドで様々なものがね固定できそうです。まあこの辺は SD カードとかその辺がね収納できるんではないでしょうか。まあ今回はこのウランジのねミニ三脚でもここに入れときましょうか。そして一番この端っこの方ですね、ここにはですねこんな感じにメッシュのポケットがこうジッパー付きのやつが一つついているのと、ここもかなりね、大きいものを入れることができそうです。ちょっとなんかこれレンチ入ってますけども、せっかくなんでね今回はこちら、うちのチャンネルでもたびたび使うねソニーの Vlog カム ZV-1 ね、ここにね、スモールリグの、このグリップつけたやつなんですが、これでも全然ね、はい、スポット入れることができました。さあ結構いろんなものをね入れましたけども、こんな感じにね、はい、収納することができました。ちょっとカメラここにあるとパッツンパッツンな状態ですが、まあアクションカムとね DJI ポケット、デジカメに他にもまあバッテリーとかそのもの、もろもろ全部入れて、これだけコンパクトに収納できるので、ね、これなかなかねいいんじゃないでしょうか。まあさすがに現実的にはここまで物入れずに、まあアクションカム一つと、あとなんかこう三脚と、まああと他にもバッテリーとかそういったものですね。他にもまあこういうレンズとか GoPro に使うやつも、ちょっと入れてみて、まあ、こんな感じですかね。うん、このくらいが現実的だと思います。まあこれはあくまでマックスこのくらい入りますよということで見せるだけだったんですが、はい、こんな感じにですね非常にこのねポーチいいですね。前にね僕がコーヒーこぼしたって話やりましたけども、その時に実は、いくつかのねポーチがそのコーヒーバシャッとかでダメになっちゃったんですよね。そこで今回これをね見つけました。まあもしこれであれば最悪なんか水がバシャッてかかったとしても、まあこういうね撥水素材の、もので作られているんで、中に水が染み込むこともおそらくないと思いますし、あとねさっきも言ったように非常にこれねシステマチックにコンパクトに物を収納できるので、非常にね使いやすいですね。こんな風に仕切りが相当ついてるんで、まあ、アクションカムとかコンデジとかね、こういったジンバル一体型のカメラ、他にもバッテリーもろもろを収納するのにすごくいいんではないでしょうか。で本体側面にもこのようにねハンドルがついてるんで、まあ、こういった袋とかに入れた時でも素早くねこの、グリップの部分掴みはこう出すことができるんで、非常にねこれ使いやすいです。まあできればこうもう2、3個買ってね、今後の、旅行とかにこれガンガン使っていきたいかなと思っています。でこちらの商品なんですが、動画下の概要欄の方にね Amazon のリンク貼っておきますので、そちらでもね、合わせてみてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね皆様も何かの参考になれれば幸いです。でこのウランジの商品なんですが、あと 2,3 回ね、本国からね発送されるので、またね届き次第、紹介したいかなと思っています。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。